はいどうも、スズメのお宿つづらの会となります。20両払ってつづらを選ぶといろんな商品が当たりますと。行きましょう。はい、まあ早速20両払って、まあお食事券が一番高いんだと思いますね。で、大きい、どうします？オーソドックスに行ったら小さい箱の方がいいんですよね。下切りスズメの話で行くとね。いやでも大きいので狙っていきましょう。逆張り、残念な逆張りでいきましょう。ふん。おお、まあ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 、まだ一発目ですから。まだ一発目ですからね。全然、全然。もう全然心折れないですよ。うん、まだ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 。まだ二発目ですから。もう心折れるなんてね、全然ないですよ。全然ない。全然大丈夫。全然大丈夫ですからね。お、大きい、大きいのずっと。おお、やった。おお、ちょっと嬉しすぎて。やったよ、5発目で当たったよ、これ。やばくない？結構、良くない？これ。大きいのでいこう、ずっと。おーおー、きび団子でも全然いいから。きび団子30両だから、1両ぐらい儲かるんだよね。だから全然 OK。全然 OK。いやー、最初さ、おにぎり4つ並んだ時さ、正直、やばくねって思ってたんすよ。思ってたけど、全然いいっすね、これ。いや、捨てないっす。あれ？これ、あ、これやばいね。あんま買いすぎるとやばいね。いや、でもこれ、超いいじゃないですか。8個買って、まあ、9個ですけど、厳密には。そこそこ、いけるじゃん。で、これ行ったり来たりすれば、いいわけよね。やったよ、これ。で、しか、ここで、そう、経験値をもらえるから。で、福の神っていうのが出てきたよね。前回、最後の方に。それで、あのクイズに、正解しないとダメなのかもしれないね。でも、あの漢字からすると、一寸法師って答えられたから、そんなに多分難しくない。で、なんだったら、おとぎ話ですよね、多分。この桃太郎もそうですけど、桃太郎にかけたそれ系の話が多分出てくると思いますので、そんなに難しくないはずで、100両もらえるから、これなんだったらね、もうちょいちょい 3往復、やっぱり3往復かな結局ぐらいで1000両貯まるんじゃないですか、これ。なんだかんだでね、こうやってお金もちょいちょい、まあ3両ガキが出ればね。ガキが出れば結構、あ、化けキノコも結構もらえたよね。十何両。もらえれば、まあまあそこそこ、いけるっしょ、みたいな、感じ。で、しかも安全。安全にことを進められると。マイナス60両。まあ、今はマイナスじゃないけど、で、これで売っちまえば、売っちまえばと。ああ、あの刀なら売っちまったよ。大した金にはならんかったがな。このね、セリフでね、分かった人はね、プロですよ。まあ、売ったお金の代金は先生から借りた、あ、先生に貸したお金の利子にして、としてもらっておきましょう。おい、250両ですよ、おい。やばくない？ほら、もう500っすよ。で、これ、軍資金が溜まったと。で、行くと。いう感じですね。やばいね。もう、水。早く、鬼を倒してください。いや、だから知らんと。こっちはもう、つづら明けに夢中になってるんだと。いや、熱いね。これ、つづら熱くない？で、スズメのお宿1じゃん。これ、今回。多分、少なくとも、多分、1ってこと、3か4ぐらいまではあると思うんですよね。これ、数字が上がっていくごとに、グレードも上がっていくと思うんですよ。
だから暑いよね。いやーいいねこれ、すげー楽しい、楽しいよこれ、このドキドキ感、久しく感じてないこのドキドキ、いいね。でなんつうか、自分の実力あんまりというか、自分の実力関係ないことも相まってというか、あんまりね、僕としては、自分としては実力関係ないものにあんまり手出したくないんですけど、なんかこれいいね、ゲームだからかな、やっぱりスズメの親の1で、これ桃の実もう一回出たら熱いよこれこれマジちょっとなんか、これはなんか心苦しいというか、なんか悪い気するんだよね、このスズメちゃんに。これ大丈夫なのかね、商売成り立ってます、ほらきび団子入っちゃってるよ、もうやばくない、潰れるよこれ、うわこれ潰れる潰れる、え、どうやって生計立ててるんですかみたいな、おきび、やばいやばいよこれ、おろしってる、きび団子おろしやかこれ、いや桃の実熱いわマジで。あ、ちょっと待って、買いすぎた買いすぎた、もしかして 1,2,3,4 あと1個買えると、あー来ねえな、惜しいね惜しいね、何が惜しいかよくわかんないけど、これ熱いわこれ。でこれトヘロスみたいなのができたら最高だよね。まあレベル経験値はもらえなくなるけども、あでも桃の枝ってもしかしてトヘロスなのかな、最初に売ってたとこ、桃の実の一個手前の道具みたいな、違うかな、あこうアイテムちょっと分かっとかないと、ちょっと今後がどうなるかですよね。だから今16個買って1個桃の実ですか、そこちょっと検証というかしていかないとね、なんか他のYouTube の動画とかでやってる人いそうですよね、あのつづら何個買ったら、なにおにぎりど、いやえ、ちょ、待て、てめえ。え、嘘。え、これ、いや、え、これ、帰ってくるよね、倒すと。いや、死ぬのは、もう、論外だとして、いや、きびだ、え、3個盗まれてるよ、これ。え？え、ちょ、待って、全部、盗まれたとして、え、ちょっと待って、1個しか返ってこないとかさ、それはマジ勘弁だよこれ。え、これさ、桃の実もし手に入れててさ、盗まれて返ってこないってなったらさ、ほんと最悪じゃない？最悪っすよ。大丈夫かな？こいつはダメージ1しか食らわないんで、3残しとけば大丈夫なんですよ、HP は。あ、やったー、ちょ、待って。あ、よかったー。いやいや、マジで、帰ってこなかったら死んでますわ。桃の実対策やられてるわ。いや、天の弱さ、桃の実、これで帰ってこなかったら、天の弱と、あの、スズメのお宿の、あいつ、ね、できてるわな。裏でできてるわ。いや、マジビビった。盗まれたって、そういうこともあるのね。だから、貧乏神のアイテムバージョン。まあ、でも、あいつ逃げなかったから、よかったよね。いやー、びっくりしたわ。いや、でも、飽きさせないね。飽きさせないわこのゲームもっとね、すっ
ごい時間かかるかと思ってたんですよ、正直。だからちょっとね、食わず嫌い的な、いやーもういつやろうかな、ちょでもめんどくせえなーみたいなこと思ってたんですけど、案外結構進みましたね。最初の村でもっとレベルとかなんか50回ぐらい戦わないといけないのかなーとかね思ってたんですけど、案外サクサク進めたと。うん、まあ今の現代ゲームからすると全然まあ進まないっていうか、ペースは遅いんですけど、もちろん。いやでもこれバランスいいかもわかんないっすね、正直。で、ここ銀の鬼がいるっていうのは、まあ昔プレイしてたから、それは知ってるからまあまあいいとして、ちょっとまあ止まってると。あえて止まってるからね。きびだんごで、あ、20両か。30で20。なるほど。え、これ、ドブネズミ倒したから590になってるだけだからね。で、なんだったら、ちょっと儲かってると。そういう感じ。まあ、だからもう一回言ってだな。桃の実がどのくらいの確率で出るかよ。皆さん、もうちょっとお付き合いくださいと。いただけると本当嬉しいですね。桃の実が果たしてどのぐらいで出るのかと。いや、そういう動画あったら参考にしたいよね。逃げ出した。俺倒すとなんかお金もらえんのかな。いや、福の神また出てこねえかな。結構出てこないっすね、あいつね。まあ、100両だからな。100両はそう簡単に出てこねえか、さすがにな。いい感じで、いい感じで。まあ、たまってはないけど、たまってるよね。なんかわかります？この感じ。現実にお金ちょっとたまってるじゃないですか。でも、下手すると、お金たまらないことやってるから、たまってないみたいな。どっちかわからないみたいな。あのね、多分スザクの剣を千両で変えたらもっとここら辺が早くなると思うんですよね。一発で倒せると。だって刀の100倍ですよ、皆さん。100倍の強さないとおかしいよね。それ言い過ぎか。それ言い過ぎ。まあ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 、まあ、ういっ、まあ行こう。もう慣れっこですね。2個、数もちゃんと覚えておくと。また来たんかと。ふーい。で、3個で桃の実でしょ。だから20、10個に1個入ってんのよ、これ。だから200両払って250でしょ。絶対儲かるじゃん、これ。3個。で、4個。5個。やば。6個。で、7個、8個で。きびだんごも結構出るしね。結構出るきびだんご。これ最後ですね。オッケー。もう、この桃太郎の表情、これ見てくださいよ。変わってないけど、超、超嬉しがってますからね、この表情。表情からはわかんないけど。いや、いいね。で、しかもこれ一直線で行けるってのがまた行きだよね。わかりやすいっていう。何にも考えないで行ける。10個に1個出るからいいっすよ。ね、軍資金が最初、まあちょいちょいあったからよかったと。OK です。ね、なんだったらさ、汚職事件？汚職事件が当たるかどうかわかんないですけど、まあ当たったら多分桃の実より高いんだと思いますよ。ね。当たった日にはもうね、多分250、400、500で売れんじゃないですかね。いや、桃の実もう使えないっすよね。なんか普通に売ってますけど、
多分ね HP 全開ぐらいの勢いだと思うんすよね。300両ですから。まんじゅうでしたっけ、まんじゅうが多分10から15ぐらい回復で、おにぎりが多分20、30回復で、きびだんごが50、60ぐらいだと思うんすよ HP ね。で、桃の実が全開ベホマ、そんな感じだと思うんすよね、ラインナップ的に。よっしゃ、これテンション上がるよこれもう770、もう800っすもんね。いや、いいわ。今度小さい方買ってみます。いや、桃の実だから、桃の実だから多少大きいのよ。だからお食事券、お食事券ってこんなちっちゃいじゃない、券だからチケットだからちっちゃいから、もしかしたらちっちゃい方に入ってるのかもしれない。今度ちっちゃい方やってみますか。大きい方は今19回やって2つ出たから、ちっちゃい方やってみますか。だいたい今16分だから、だいたい5、6分で8個買える計算だよね。もう一回小さい方を同じことやれば、もうだいたいわかると。何の回だよこれゲーム実況、これ第4回か、桃太郎伝説、なんだこのつづらの回みたいな、つづらの回っすよね。うん、いや、もうその一つね、そのサクサク進めるって言ったじゃない。だから懸念してたのが、経験値またレベル上げないといけないのかなって思ってて、その経験値上げるとこっていつもカットしてるけれども、そこもなんか適当に話して動画アップしていこうかなっていうのもちょっと考えてたりして、でもそうなるとちゃんと結構なんかテーマ決めて喋んないと、なんかグダグダになりそうかなって思ってて、まあどうしようかなって思ってるところではあるんですね。今のところは、そのレベル上げ、必要なく来てるから。まあ、これ、このつづらの回がレベル上げみたいなもんか。まあ、だからどうしようかなってちょっと考えてるところではあります。小さい方がいいのか、これ。最後1個ですけれども、2個入っちゃいましたよ。やばくない？ 2 個ですよね。やば、買える。これで買えると。なんかこれ1000両貯まっ、1個20でしょ？なんか1160貯めときたくない？もう一回やりたいよね、これ。何してんだと。何してんだとっていう、全然ゲーム、RPG っぽくないやつ。いや、でもこれ系って他のゲームでもあったりしますよね。まあそれこそドラクエのカジノとかじゃないけど、これカジノよりなんかリアリティあるよね。お金だし、量そのままだから、なんかもう一両盗まれるとかどうでもいいみたいな。いや、面白いね桃太郎伝説、飽きさせないわマジで。いや、だからこういうのがあるから、なんかパスワード入力間違えてたりして、最初からやり直させられても当時やってたのかもしれない、もしかしたらね。いや、当時さ、どうやってやってたかな、こんなことやってたのかな、覚えてないな。いや、これ今になってやるからこのやり方にやってるのかもしんないけどね。大人のやり方、汚いやり方じゃないですけど。いや、でも汚くはないでしょ、これ。汚くはないはずよ。普通よ、普通。いや、誰もが思いつくでしょ、これ。あ、1160いきますね、余裕で。よーし、OK。いや、むしろこれが正規のやり方っすからね。OK。これで1000変えますと。
ちょっと待って、今どんぐらい？小ギク19よね。いや、これいいね。いや、これすげえ高かったじゃん。いやーって思ってたけどさ、今もう手に入っちゃう。つづらのおかげ。オッケー。え、19ですよね。19っすよね。建て替えに備えたと。なんかあんま上がんねえな。1000ですか。あ、で、道具はちゃんと大丈夫だと。千両か。なんかさ、スザクの名前に加えて千両って相当じゃないですか。それを攻撃力7が超えてこないんだよね。スザクと千両の名前があってたったの7って。そんなぐらいなの？まあでも、どう、威力よ。問題は実際の威力よ、これ。まあ、強くは確かになってるな。まあ、強くはなってると。いや、超えてこないな、千両とスザク。いや、正直さ、30ぐらいいっててほしかった、19だったら。いや、まあ、8か。まあ、強くなってるか、それでも。いや、でもシビアだね。これがファミコンですね。シビアですわ。まあまあ、でも、それも一つの醍醐味ですわ。楽しい、楽しいわ。でも、桃の実がね、テンション上がるから。桃の実でこんなにテンション上がることあります？そんなないよね。実際にさ、桃とかさ、もらって、まあ、切ってもらって果物で出されても嬉しいけど、この桃、ここまでテンション上がんないわ。つづらで大きいか小さいか選んで、桃の実が入ってた時のテンション。一番最初がさ、やっぱりテンション一番高かったよね。大きいの選んで。これ小さいので、あ、おにぎり。ちょっとおの時点でお食事券って出てこないかな。大つながりで、もうこれ文章ガン見してるからね。うん。これ2回目がそんな当たりにくいのかな、もしかして。どういうそのあれになってんのかね。うわ、2回目が当たりにくいね。1回目にあの桃の実入れといて、また来るだろうという作戦かな、もしかして。名前というか顔を覚えられちゃってんのかな、2回目は。で、3回目でもうこいつ忘れてるから。3歩歩くと忘れる鳥だから。いや、こいつ分かってんな。こいつ前買ってたやつだから、こいつには出さなくていいなって思われてんな、これな。おわ、ほら。で、次来た時はこいつもう忘れてるからな。っていう。その願いで行きましょうか。いや、これマイナスだな。桃の実出ないとテンション下がるね。まあでも、その分、楽しみの濃さが違うね、次回。お食事券もマジで気になりますしね。実際お食事券って何に使うんだろう。なんかそれ持ってると、どっか行けるみたいな、ことなのかな。あ、ほら、皆さん、あ、今、一瞬消えちゃいましたけど、年齢、7歳になってます。7歳になってますよ、これ。いいね。何がいいかよくわかんないけど。まあ、これ、ルーラとかあったらいいね。あ、でもあれが羽衣が多分ルーラかもしんない、300両。300無理だね。無理だな。300は使えない、さすがに。で、これ進んでって、スズメのお宿が進んでいくにつれて、お金に余裕が出てきたら、一瞬で行ったり来たりして、質入れとかできるかもしれない。
いや、そう考えるともうワクワクしてきますね。それはそれはそれでワクワクするね。いや、銀の鬼勝てるかな。本当にね、強いイメージしかないんすよね。いや、だって本当にこの年までよ、もう30超えてますけど、この年までこの桃太郎伝説の銀の鬼金の鬼覚えてるって、これ変態でしかないからね。やばいっすよ本当に。え、まだお前そんなこと覚えてんのみたいな、そのレベルですよ。いや、そんだけやっぱりトラウマじゃないですけど残ってるんすよね、体というか記憶に。やっぱりパスワード消えて何回もやり直したことと相まって、でそのたんびに銀の鬼と金の鬼がうわ強えなみたいな記憶があるので、覚えてるので、やっぱり結構強いんだと思いますよ、うん。ドブネズミも今さっき刺さって過ぎちゃいましたけど、結構楽に倒せてましたね。7、8のダメージで。いや、こいつに8は大きいね。これ HP 高いからね、こいつね。どんぐらい ?50 ぐらい HP あんのかな。そんぐらい与えてたよね。で、しかも道具持ってないから結構受けるダメージも、まあ、おー、会心の一撃。え、会心の一撃、え、ちょっと待って、会心の一撃で14ってどういう計算？2連続出したけれども、どういう計算なの、それは。まあ、一応回復しときますかね。ピンピンピン、金丹の回復のピン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 がなんかに似てるな、音が。ピン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 が、仮面ライダークラブになんかありそうな音。ピン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 。結構似てるのってありますよね、ゲームとかで。音、音楽、システムとか。小さい、あー、おにぎり。こいつもう忘れてるだろ、こいつ。さすがに、さすがにこいつ忘れてるから。いやー、辛いか、きついか、これ。あ、そっか、スザクの剣で戦闘が早くなっちゃったから、ちょっと来るの早くなってるから、こいつギリギリまだ覚えてるのかもしんないね、こいつね。あー、ギリギリ覚えてるわ、こいつ。顔覚えられちゃったか、さすがに。それか、大きい箱でやらかしたから、なんか言われたな、こいつ。もう、ブラックリスト乗ったな、これな。あいつ、大きい箱のあれだから、お前、注意しろよ、と。あ、これ言われてるな、これ。おー、おしおしおし。優しい。その、ブラックリスト乗ってるけど、出してくれた、最後に。オッケー、お。これで500両も買えるね。500両買えればいけるんじゃないか。銀の鬼。こんだけさ、いや、ほんと皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。これ30分ですよ。30分行ったり来たりですよ。しましたと、まず。当時の私が、そんなお金、こんなことしてまで、強くなったって記憶はないんですよ。レベルは上げたと思うんですけど、まあ、だってこれレベル上げも兼ねてますからね、言って行ったり来たりで。しかもお金貯まってるので、お金貯めて最強装備、まあ最強ではないのか、あ、鉢金とかがまだあんのか。そうか、頭装備があると言って、そこまで来てるので、どうなんだろうなと。福の神出ねえかな、福の神一回出てくんねえかな。出ないか、出ないね。あ、もしかして一回しか出ないとかなのかな。マジで金に困った時のために一回出るとかなのかな。一寸法師、一回だけ、そうなのかな。あ、そうだよね。500がギリギリだよな。
なんだったら500買っちゃったら、スズメのお宿のうずらじゃねえや、つづらが全部買えねえと。まあでも買おう、まあ買おうと。キサラギの道、これですね。オッケー。防御力、守備力29。まあ500だから4、まあ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 だな。あ、でもこれ、ムツキの銅売れば160両いくのか。あ、でもそしたら、買っちゃって、もう一気はもういいか。さすがに。これ売って80両で200だと。一応軍資金はあるけど、いやもうさすがにさ、26と33と、で、今から買いますよ。何でした?鉄鋼、お守りっていうのが買えるのかな?お守りと、鉢金ですよ。これ頭でしょ?鉢金とお守り、買うでしょ?なんだったら160すぐ溜まるしね。で、これで33で、お守りって何なんだろう。身につけます。やべえ、お守りで50両で4上がる。キサラギの銅の4って一体っていう。最初からこっち買っとけよかったっていう。え ?33 で4上がっ、え、すげえ上がるし。鉢金ですね。で、旅みたいのが、あれ、最初の村にあったっけ、旅みたいなやつ。43っすよ。もう4、11?狼にやられた時の14倍。約4倍。なので、多分、いけると思うんすよ。あー、でも回復してねえか。でも、とりあえず回復するか。回復して、戦ってみましょうよ。ね。せっかくなんで。いや、今回ね、つづらの回。いや、まさに大きい箱を3回分と小さい箱3回分。だいたい桃の実があると。で、しかも儲かるということが分かったので、ほんとお付き合いいただきありがとうございました。次回、銀の鬼と戦います。まあ、いけると思うんすけどね。まあ、強いかどうか。まあ、強いっていう記憶がさ、あるので。うん、わかった。いや、もう知らんとは言わない。わかった。助けてやると。はい。では、次回。この、悪いじいさん。わかんないですけど、銀の鬼でしょう。と戦いたいと思います。では動画の移動をよろしくお願いします。まだね、最新で見ていただいている方は次の動画上がってないんですけれども、まあ明日の夜7時半には上がってますので、ぜひ続きをお楽しみください。テッシーでした。失礼します。